はい、おはようございます。高橋です。今日はね、じゃじゃん、これ分かんないですよね。新しいプロジェクターの台がですね、なんかアメリカから届いたんで、ちょっとねこれを組み立てていきたいと思います。で、初めてね、僕ね、ちょっとこうチャレンジなんですけれど、編集をしないで、いつもこういうのって編集して、まあ大事なところだけねカットしてやってるんですけれど、これ定点カメラみたいにはできないか、失敗しちゃったな。置く場所失敗したね。これもうそのまんま映して組み立てていってみたらどうなのかなみたいなね、まあ、そんな動画もちょっとやってみようと思って、ちょっとね作っていきたいと思います。今さ、これなんでちょっとこんなの新しくまたね買ったかっていうと、実はさ、じゃん、これなんですよ。ほら、ズームで講演会とかセミナーとかをここでね、こうここでさ、うちのこのオフィスのここの中でこうやるようになり始めたんだけれど、今あそこに置いてあるように、今大きい27インチのマックを参加者がこうやって映るようにさやっているんですけれど、このね大きい、結構ごっついでしょ、この台、これプロジェクターの台だったんですよ。このなんか工具みたいなやつ、1万いくらで買ったやつなんですけれど、これ結構しっかりしてんので、これエプソンのこいつを置いて100インチのここにねいつも映してセミナーをやるんだけれど、この Mac 用にさ、 Zoom 用にこれをやっちゃったんで、なので新しくこいつを買いましたみたいな。でさ、本当はね、一番最初このニューワーっていうさ、なんかメーカーのやつをこれ買おうとしたんだけど、この辺のやつってさ、これ全部ニューワーなのよ、こういうの、これ全部で、なんかいいなと思ってさ、安いしね、で買おうと思ったんだけれど、まあなんか今回のニューヨークの件で発送できませんみたいな、2週間ぐらい待ってたんだけれど、なんかその出品者からさ連絡が来て、で仕方ないのでキャンセルしますかとかって言われたんだけど、いや、なんか代替品があるんだったら別にそれでいいですって言ったらですね、なんかこのラップトッププロジェクターだ、あれだね、プロジェクター台としてももちろん使えるんだけど、こんなんなってるわ、プロジェクター台としても使えるんだけど、とラップトップ、パソコンの台なんだねこれね。あ、でもそんなことね、ラップトッププロジェクタートライポッドって書いてあるから、どっちもいけるみたいなだね。こんな感じで、もう入ってないね。まあなんかこれ30分も40分もかかんないでできちゃうかもしれないみたいな説明書が入っていて、これ簡単だねこれ、今回のは。ですね、こんな感じだ、こんな感じのがこう入ってるんだけれど、どっから行くな、これ1番目、これ何なんだろうね、23、こう同じものなんだこれ、説明書が同じものが2つ入ってんだこれ。じゃあこれは置いとこう。じゃあまずちょっとこれ開けていきましょう。よし、じゃじゃーんみたいなね。これはなんか鉄板でできていて、で裏側にこのスポンジが入っていて、これまあラップトップを置くように、滑んないようにだろうねきっと、ね、ゴムがついていてみたいな、これもラップトップ固定するんだろうねきっとね、なんかそんなようなものです。これで裏にクリクリクリって回す金具がついていて、知らないものをどかしてこうね。でこれはほっ、結構これあれだね、チャチいね、もっと、まあいっか、本当はさっき映したぐらいのごっついやつをちょっとイメージしてたんだけどね、
なんだよ、チャチーな。じゃあまあいいや、これで1はこれでこうして、で1、ちょっとこれもこれも邪魔だね。1で、よいしょ、で2で、え、まあいっか、これでいっか、こんぐらいで、で2、あ、まあ、順番にこうはめていくだけだね。ただうん、なんかこれね、決してすげえがっちりしてる感じでもない。これメーカーなんて言うんだろうね、全然わかりません。 AK トップって書いてあるけど、そしてこれがどういったらいいんだこれ、こう、なんか違う、まあ、いいんだ、こうやって入って、でちょっとこれ止めます。そしてこうもうちょっとこの辺のが見える、この辺のが見えるかもね。そして出たのこれ、こう緩めて緩めて、まあなんかこうで一番上に、おやば、めちゃくちゃ高くなってきた。これをこうして、で危なっ、ここの、ね、上に、この何十分もかかんないね、今回のめっちゃ楽だ、これ。ちょっと待って、これ。外した方がやりやすいかも。で、これを、くりくりくりと、はめて、これでもあれだ、角度が、まあ、いっか、角度が変えられないんだ。っていうか、そもそもこれ、今回、いくらだったんだろうみたいなね。もともとキャンセルしますかって来たやつは、確か5000円とか6000円だったような感じがするんですよね。あっちはさ、さっき写したやつはさ、あれ1万ね、多分5、6000するんですよ。こっちのが全然不安定じゃん。なんか。まあ、値段が違うから、まあそんなもんなのか。だいぶだいぶグラグラするというか、へぼいよこれ。まあ、こんなもん、まあいっか、こんな感じですよ。結構まあなんかすげえ普通、こんな感じのものです。でこれをさ、だからプロジェクターをちょっと置いてみようか。早速プロジェクターよいしょ、じゃあ今度このぐらいからの方のが、見やすいかな。よし、これでこいつを、明日さ、あの月に1回やってる YouTube パワーアップ塾っていうのがあるんですけれど、でさ、いつもは駅前で、恵比寿のさ駅前でこうやってるんですが、明日は、まあ、コロナでちょっとね、塾生さんたちもみんな集まって来ないっぽい、ぽそうなので、明日はねここでやろうと思ってるんですよ。なのでこれ間に合ってよかったなみたいな。別にこれバンドいらないよね、あれ飛んでちった。
バンドいらねえなみたいな、特にこれ別にいらない、これでいいよね。すげえグラグラじゃんこれ、いいのこれで、こういうものですかこれ、もういっか。結構ちょっと待ってよ、これでちゃんと固定をちゃんと固定してないからいけないのかな。うん、さっきより固まった。でじゃあちょっと電源ポン、電源入れてみましょうか。これでよいしょ。でよいしょ、これでスイッチポン。まあこれはさ別にどうなの、うん、でもなんかちょっとあのこじんまりしててむしろいいかもしれない。今までのさ、それそこに映ってないか、さっき映したさやつと比較すると、あ、なんかいいじゃん。高さ的には適当にこれ修正するとして、どうなのこれ。っていうかこのゆる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 グラグラしちゃうのこれよろしくないね。なんかこうちょっと動かすたんびにそこがなんかさダメじゃないんだけど、この天板みたいなところをぐるぐるぐるぐにぐに動かすと楽勝で、ここネジが緩んじゃって、あ、でもそっか、なんか分かってきたぞコツが。もういいじゃん、まあ、真ん中に置くんだったら邪魔じゃないかもしれないね。これ今ねこんな感じです。こういう感じでちょっと仕上がってます。で今までのと比較するとさ、今までのほらこんなごっついわけですよ。こんなそれに比べて華奢でしょ、だいぶ相当華奢だよこれ。相当こっちこんなで、もともとのこんなだからね。こんなこんな、これもでもさ、ここさバキッと割れちゃったんだよね、これ思いっきりこれ回したら。ちょっと嫌な、まあこんな感じですよ、こんな感じ。まあこの辺からだったらいいかな。まあでもなんか全体的にいい感じかな。あれだね、 AK トップ AK トップっていうやっぱりブランドなんですよこれ。ブランドっていうか商品名がの AK トップラップトップスタンド23から63インチっていうやつですね。はい、ということでまあ以上でございました。まあこれからねここでもう最近ほらただのさなんかこう今まではセミナールームという感じでやってきたんだけれど、最近こうズームスタジオみたいな、まあズームスタジオ兼 YouTube スタジオ、そして、セミナールーム、その3つをこうなんか最近兼ね備えた、兼ね備えたって言ったら変なんですけれど、まあ、そんなようなここのこの空間というかスペースねになってきてるので、もっともっとますますちょっとね充実をさせていきたいなと思ってます。まあ、こんなようなね環境
整えたい方はちょっとご参考にしていただければなと。では。